それでは次に急性肝症候群に移りたいと思いますこのパートが本日の講義の最大のパートということになります先ほど申しましたようにこの図は先ほどと同じように左心室の壁の一部を切り出したものというふうにお考えください心外膜側に冠動脈の本管があり心内膜側に向かって小さな枝を出しています 急性肝症候群においては冠動脈が閉塞しそれによって心内膜側、心外膜側に関わらず壁を貫くような拒絶が起きてしまうこれを壁を貫く拒絶と書いて完璧性拒絶と言いますこういった状態になると心電図というと ST が上昇するという形で表現されますこの急性肝症候群という状態は ACS というふうふに呼ばれますがアキュートコロナリシンドロームの略であるということは皆様ご存知だというふうに思います。